恐れていたことが起こってしまいました。ポケモン GO を見ながら運転していた車に子供が轢かれて死亡するという最悪の事件が起こってしまいました。テレビでこのニュースを聞いてもう本当にびっくりしたと同時に、あ、やっぱりかっていう思いがほんの少しあったんです。最初に私はポケモン GO 自体は全然反対じゃないんです。昔からいろいろなゲームとかが出てきて、その度に何かが起こるとそのものが悪いんじゃないかって、そういう見方をされる人がいるかもしれませんけれども、私はやっぱり使う側に問題があるんじゃないかなって思います。本当に今回の事件もまだまだ先未来があった子供がこのような形で命が絶たれてしまうこと、すごく残念に思っています。皆さんはどういうふうにお考えになるでしょうか。なぜ私が、あ、やっぱりかって思ったかというと、私の周りでもたまたま同じようなことが起こったんです。もちろんそれほど大きな事故にはなってないんですけれども、私がたまたま竜をお散歩している時に2回ほどなんかヒヤッとしたことがあります。あれはちょうどポケモン GO が日本で開始されたばかりの頃だったと思うんですけれども、私が竜を散歩していて、たまたま横断歩道で赤信号だったんですね。自分の目の前の信号が青になるのを待ってたんです。そしたらたまたま赤なのにスーッと自転車が横断歩道に突っ込んでいきそうになったんですね。その自転車は前と後ろにお子さんを乗せてました。お母さんでした。ゆっくりではあるんですけれども、見ながらこう運転してるんですね。もうそれだけでもすごい危ないなとは思ったんですけれども、本当に赤信号全く見えてない状態だったので、私が思わず危ないって言ってしまったんですね。でお母さんがキュッとブレーキをした途端に目の前を車が行き過ぎたっていう、なんかとてもヒヤッとするような事件があったんですけれども、もうその時は本当に何事もなくてよかったんですけれども、こういうことって今後もしかしたら起こるのかなって、こういうことで死亡事件とか起きてほしくないな、そういうことを感じていました。それ以外でも歩きスマホ、駅の構内で歩きスマホをしてなんかホームに落ちかけた人も見たことがありますし、なんかそういうのでヒヤッとすることが最近すごくあります。皆さんの周りではこういうふうになんかスマホとかポケモン GO でヒヤッとしたことってないでしょうか。やっぱりこうテクノロジーがいろいろ発達していろいろなものが出てくると同時に、想像力とかそういうことをきちんと持ってないととんでもないことになるんじゃないかなって、今回の死亡事件でも自分が乗っている車が凶器になるっていうことを想像してなかったのか、もしかしたら誰かを死亡させてしまうかもしれない、そういう想像力があればポケモン GO をやりながら車を運転することは絶対になかったと思います。こういう議論をしても亡くなった命は戻ってきません。もう二度とこういう事件が起きないでほしいなっていう思いからこの動画を撮影しています。今は事故を未然に防ぐような車もどんどん開発されていますけれども、やっぱり最後は人の注意力とか想像力とか判断力とか、そういうことが一番大切になってくると思うんです。電車でのマナーとかそういうモラルとかそういう問題以前に、やっぱりナラガラスマホは誰かの命とか自分の命とかに関わることなので、やっぱりその辺は考えていかないといけないんじゃないかなって、ポケモン GO に限らずナラガラスマホ、このことを一人一人が意識的に考えることで今回のような事故は未然に防げると思うんです。そういう意識がいろいろな人の中に増えていけばいいなって思います。今日はちょっといつもと違う内容になりましたけれども、なんかニュースを聞いてやっぱり私もちょっとショックなところがあったので動画にしてみました。私の動画はまだまだ見てる人が少ないと思いますので、なんか YouTube されてる方でチャンネル登録者数の多い方がこういう風な注意喚起をしていただいて、一人でも多くの方が意識的になってこういう事故がなくなればいいなって思っています。文明が発達してテクノロジーが発達するほどに、やっぱり人の心とか人の想像力とかもより大切になってくるんじゃないかな、そんな風に思います。最後までご覧いただきありがとうございました。ここはアートチャンネル。